2020年7月26日日曜日、世間は4連休の最終日。今国道354号線茨城県坂東市、荷物下ろし終わってこれから羽生に向かいます。夕方から関西の方へ走るんで、あっち8時間は休みます。でやっぱね、もう2公開目終わってちょっと疲れたんで、久しぶりに甘いものを買ってみました。久しぶりに甘いものを食べようと思います。はい、俺のお気に入り、モンテールさんが結構俺のお気に入りです。毎回食うとあれだけど、たまにこういうシュークリームとか食べる、すげー食べたくなる。こいつをいただきたいと思います。カスタード&ホイップシュー、カスタードとホイップシュー、俺はどっちが好きかというとホイップシュー。いただきます。なんでいつもカスタード側から食べて、ホイップシュー残す。うまいです。久しぶりに甘いもの食べた。シュークリームは甘いから太ると思ってるかもしれないけど、ね、この後ろ、これここ炭水化物 13.8g ね、この中に糖質と食物繊維があるんだけど、まあ1個食べても 13.8g、 おにぎりは、まあ、一番少ないチャーハンとかでも 30g とか、ツナのツナマヨのおにぎりとかでも33とかあるし、他のもう普通の米だけだと逆に40とか糖質があるんで、実はシュークリームはおにぎりの2.5分の1から3分の1ぐらいの炭水化物、食物繊維じゃなくて糖質がないので、そこまでご飯ほど太らないっていうのが俺の、いろいろと今まで調べてきたこの数字の感じです、はい、なんでおにぎり1個食べるよりも全然太りません。食べ過ぎたら太っちゃうけど、あんまりこの熱量、カロリー計算ね、結構カロリーで太る太らないとかやってる人いるけど、カロリーはそこまで変わんない。であとこの脂質、油、これ 16g って書いてあるけど、だいたい成人の男性が 60g ぐらい1日、あるとちょうどいいと言われてる。で 16g、 日本人はもうとても少ないらしいんで、20とか30いかないぐらいしか、1日平均脂質を取らないらしいんで、まあ平均ね、まあでもこれ16入ってる、はい、食や 0.2 しか入ってない。食べ過ぎは何でも良くないけど、
シュークリームみんなが思ってるほど、おにぎりとか食べるより全然太んないんで、はい。皆さんも、もしよかったら、モンテールさん、これ結構美味しかったんで、ぜひ、シュークリーム、今日も休みなんでね。でまあ、これを発表するのはもう休みではないけど、ぜひ、食べてみてください。はい。おにぎり1個減らして、シュークリーム1個食べる。それだけで、全然 20g ぐらいの糖質が変わってくんで、20g というと、まあね、角砂糖にすると結構だからね、角砂糖にしちゃう。まあそんな感じで美味しくいただきました。さあ、それでは戻って休みたいと思います。それではまた。先ほど家に一旦帰ってきたら、友達の工事より衣服が送られてきてました。はい、どんな感じか。何が入ってるかちょっと開けてみたいと思います。 T シャツが入ってました。夏用センタージャパンミッドナイトハイウェイ、ありがとうございます。コージ君ありがとう。住所分かったんで今度俺のを送ります。そんな感じで最近なかなか会わないんで、はい、そんな感じで本当ありがとうございます。もう霧と雨がすごい、談合坂下り中央道、今日もスタバでマグラって すごい雨が走ってかけてないように、すごい霧が、これ止まってると雨そうでもない感じだけど、走ってると結構止めになる前にグッと誰かが事故してやらかす前に抜けちゃいたいと思います。ちびっこギャング団ステッカー再入荷しました。 CD も結構なくなってるんでまた置きたいと思います。ステッカーも並べ直しました。こんな感じです。はい、2020年7月29日本日仕事お休みということで、今日は愛車のアウディで雨の中ドライブ一人で、平日だからね、とりあえず、休みの日はトレーニングしたり動画作ったり読書したり、他にも音楽活動したり、いろんな他にも仲間といろんなビジネスのことを、研究したりとかやったりとか、今後のいろんな人生の計画を立てていたりとか、今日の計画だったりとか1ヶ月の計画だったりとか、
まあ、いろいろなことを、時間なくやってます。はい、こんな感じで結構ヒゲがダリヒゲになってきたっしょ。ノーティーマグダリー